ただきます。あっち、久々のラーツ、やっぱいいっすね。オプティマス、すべはやっぱり風に弱いのか、まあ風防ないからな。今日かなり風あるんで、沸騰するのにかなり時間かかりましたけど、このガソリンストーブは室内かな、テントの中とか、あとは車中泊の車の中とか、そういうところで使う分には威力を発揮するのかな。やっぱね、おもちゃはどうしても風があるんでね。こんな感じですすけてますけど、まあちょっとどんなもんか試しに買ってみて使ってみて、まあコールマンのガソリンストーブにはかなわないかな。あとはね、これコンパクト性とね、燃費がいいっていうのが魅力なんで、そうだね、やっぱり車中泊、車内で調理したり、あるいは、雨の日テントの中でね、簡単に調理したりするには便利かもしれません。うまいな、やっぱり表で食うラーメンは。以上でした。ではまた。